Nice. Wow. Give me on. Wow. Friendly UAV. Oh. からの？おお、からの？おお、止まんで止まんない。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、というわけで、モダンオーフェアが発売されたので、今日からねモダンオーフェアの動画を、アップしていきたいと思います。で、動画が始まる前に、まずちょっとお知らせ、まあ、2つほどありますかね。ラッシュゲーミングの、ロゴが変わりました。こちらにね、変更になったので、ラッシュゲーミング、e スポーツ、まあ、COD のチームの方はこのロゴになります。まあ、今後ね、もしかしたら他の部門ができた時は、まあ、他の部門は別のロゴになるかもしれません。まあ、なんですけど、新しいロゴはとりあえずね、これということで、まあ、お間違いのないように、よろしくお願いします。そして前回、僕のね、総集編の動画、そしてね、まあ、今までのこの出場してきた大会のね、まあ、クリップを主にこうまとめたちょっとまあドキュメンタリーチックなねモンタージュを投稿したので、まだ見てない方よかったら見てください。本当ね、昔から僕のことを知ってる人や、まあ、最近知った人でも多分楽しめるような内容になってると思います。さあ、そしてまあ今回ね、まあ、普通にモダンフェアをとりあえずプレイしていくんですけど、まあ僕がねこうプレイしてて思った、まあ、ベータの時と違う点ですかね、と、まあ、あとまあちょっと簡単なね注意するポイント的なことを、ね、ざっくり話してからやろうかと思うんですけど、モダンオフェア、これね、なんかベータの時よりね、このダブルダッシュ、この、あるじゃないですか、この左スティックちょんちょんって2回押しで、まあ足が速くなるっていうダブルダッシュなんですけど、まあ、これがね、まあ、弱体化されてるっぽくて、まあベータの時みたいにガンガン走れない仕様に変わってますね。で、ダッシュ速度もなんかすごい遅く感じるかな。なので、そのベータの時ほど走れないんですよ。だから結構遅め、ゲームのその試合展開自体がかなり遅めに感じました。なので、かなりこうね、より待ちがしっかりこう、待っておくっていう方が強くなってる感じですね。まあ COD って、まあそのね、まあ、ブーストゲーとか BO 法みたいな待ちが弱い COD もあり、まあ昔の COD みたいなこうコット4とかモダン2とかね、まあ、BO2 とかも入るかな、まあ、地上戦のこうスローな COD の2種類があるんですけど、まあ、今作はバリバリこうゆっくりで待ちが強い COD になってますね。なので BO 法みたいな感覚でいくとまず駆られてしまいます。まあ、とりあえず走りすぎるなってことですね。 BO 法っていうのは地上戦なんですけど、まあ、体力が150だったりスティームショットがあったりスライディングが強かったり、とにかくブーストゲーみたいな固まって動くっていう方が強い COD だったんですよね。なので非常に待ちが弱い COD だったんですよ。なので BO 法から入った人はちょっとね戸惑うかもしれませんね、この違いに。まあとにかく無駄な走りをしないことっすね。こう走ってる時に敵にこうバッタリ会ったら、まあまずまず勝てないので、まあ、特に敵が構えてたらね先にまず勝てません。なので本当走りすぎが注意ですね。ほんと走りすぎ注意。あとね、やっぱ今作はこのリーンするっていう動作、こうやってまあ壁とかここで、あとね、まあこういう段差で銃を立ておくっていうのかな、こういうね、やっぱリーンする動作が非常に強い。まあ、ブレがなくなるのと、まあ本当撃たれた時の反動がなくなるんで、まあ、タフネス効果ですね。それがプラスされてるんで、これはすごくね、使った方がいい、どんどん。まあ、まだね、慣れてない人が、今作からね、追加されたんで、慣れてない人が多いと思うんで、まあ、すぐ使えないと思うんですけど、まあ、慣れてくればね、多分これ非常に強くなってくると思うんで、リーンはね、積極的に使った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、本当気をつけるポイントは、この辺ですかね。まあちょっと今日はまだね解説動画っていう感じでは出さないと思うので、まあ普通にちょっと今日はプレイをしていきたいと思います。ここはベータになかったマップですね。さあエリア取られてるぞ。あれ、まず奥から来るやつやって、エリアの場所がわからないな。あ、敵何枚だ、全滅か、これで。オッケー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 。まあまあ12点しか取られてないからまだオッケーで、敵はもうガンガン向こうから湧いてくるから、フラグフラッシュフラグはクソすぎましたね僕のが。まだいるぞ。やったのかな、
さあ、エリアは右後ろか。弾が若干ないので、MP5 で詰めようかな。おお、こういって、そこやってくれた。ナイス。で、空爆出た。この空爆がな、非常に強いんですよね。お。まあ、ちょっと、その一定の場所にずっと振り続けるっていう空爆なんですけど、5キルでね、呼べちゃうんだよね。で、ハードラインつけたら4キル。非常にまあ、低スコアストリークなのに強力っていうコスパがいい武器になってます。ヘッショ入った。で、あれ奥にいるからスライディングで避けて、の、ちょっともう空爆呼んじゃおう。意味あるかわかんないけど。え？え？ゴーストか？あ、ゴーストか。ゴーストがいたんだ。厳しいな。このマップは、なんか、ちょっと面白い形だいぶ面白い形をしてますね。なんか、モダン3にこういうマップあったような気もするような、しないような。ダブルキルいった、今。あとどこだ？横か。あれ？違う。ん？どこだ？敵。奥か。ナイス。あと一人来てる。あと一人は外にいるっぽいけど。やってくれるっしょ、多分。で、ストッピングパワーをつけて、まあ大体多分真逆で湧いてると思うから、どうだ？もうこの辺で接敵しそうなんですけど、いやー、打ちじゃないか。ストッパーつけたらいけると思ったんだけどな。で、UAV。次行こうか。え、2階がある？あ、2階は行けはしないのね。いやー、入り組んでるね、ほんと、本作のマップは。ベータのマップ以上に入り組んでるのが多いっすね。いや、今の負けるか。やっぱね、非常にダッシュが遅く感じるよね。エリアに行くまですごいな、なんか、もどかしい感じがする。どうなってんだ、これ。あ、ここ、なんだ、地下ある。地下がある。地下があるのか？地下があるのか？なるほど。裏玉だし。ダブルキル。まだいるね。敵の空爆来てる。この地下は、なるほど、反対側に通じてるんで、いい裏取りができそうじゃないか？決まった。あいつもやりたい。で、ここで、空爆を呼んじゃって、なんか今地下に行ってたな。クレーム、危ない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 。いい空爆じゃないか？これ。でも中に入ってるから、そいつだけやっちゃって、もう一枚いる。え？なんで？なんか、納得いきませんね。こっちの弾は全く当たっていない。なんかに防がれてたんだろうけども、どこだ？もっとリン使わないとダメだな、僕。リンを使おう、リンを。え、そこどこ？はは、危ない。かなり弱っております。このバスの隙間。どんだけここバスあるんだって感じなんですけど。4枚抜き！行ったか？行ってないな。待って。敵の UAV 出てる。バレてる、バレてる。真横にいるから。で、ストッパーつけて。いいぞ！で、また戻ろう。さっきのとこだ。弾が若干心配だが。いいぞ、いいぞ。来てる来てる。弾がないからさっきの拾おうぜ拾おうぜ。かなりいい連休繋がってるんじゃないのこれ。エリアナイス獲得。でかい。やばい。で、サポートヒール、ヒロ、ヒロ。サポートヒールなんで、敵のリスト大体掴めてるね。こうなってくると分かりやすい。これ車爆発するな。いいぞ。いいぞめちゃくちゃいいぞ。あ、まずい、これ、調子に乗ったらあかん。調子に乗ったらあかん。え、どこだ、敵。ナイス。完全にはめてる。ナイス、ナイス、ナイス。これ、思ったら、こっからこう、ここは繋がってんのか。
今いましたね。手前にいる。手前カット?どこだそれ。なんかすごい近くにいる気がするんだけど。そいつか。見えてる隙間から。非常にいい連キルです。現在非常にいい連キルは繋がっておりますが。あー、どうしようかな。ちょっと敵の位置は一回掴めてないんで、戻ります。よし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 。いやー、マジか。何連続キルだったかな。うわー、もったいない。最高に連キル繋がってたんだけど。オブジェクトが多くて、建物のな、中も多くて、やばい。フラッシュ当たってないけど。こいつと?なんかそっち入り口あん?ん?そこか。やばい。何も見えない。ちょっとフラグを投げてみたけど当たるかな?これどうなってんだ?これちょっととりあえずエリア取れそうだね。よし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 。壁抜きとかいけないか?そこか。そこだけだね、多分。入り口は。ちょっとこう頭らしい強そうだね。これ強い!ここは強いぞ!ん?あ、取られちゃった?取られちゃった。うわー、ミスった!さっきからなんかもうもどかしいプレイばっかだな。あ、ちょっと、もうこっから上手くなっていくしかないな。とりあえず、ここのね、オブジェクトを真ん中取っておくと非常に強かった気がする。こうやって。まあ、縦にできるんで。なんかいるな。うおぉ!そこに呼んじゃおうぜ。当たるかな?ちょっと。敵の位置変わっちゃいそうだけども、まあまあ、取っておくよりはマシでしょう。どんどん使おう。5キルで呼べるしな。まあ今、ハードラインつけてから4キルか。まず1キルでしょ?で、右に流れたんで、そいつやって4、待って、リスおかしい、リスおかしい。リスおかしいな。リスおか。リトルはちょっと強いままのような気がするな、これ。フラッシュヒット、1キル。2キル?オールダウン。いや、あと1、1枚生きてるね。まあでも1枚、あと上だね。地下にはいないっぽいから。多分取れるでしょう。順調に。まだ近くにいるでしょう。すんごい近くにいる。これ。バレてるでしょな、さすがに。うわ、厳しい。でも、まあまあまあ、いい感じに味方が取ってくれてるから。オッケーオッケー。時間切れになるな、ヘッドクォーター。はい、というわけでお疲れ様でした。まあちょっとね、なんだろう、まだ慣れてない部分が多くてね、試合の展開があんまりね、動画的にね、スムーズじゃなかったね。なので、ちょっと、何試合かをね、カットで、こう、つなげようかなと思います。今日の編集は。てな感じで、よかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。通知ボタンもね、ぜひ、お忘れずによろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。